アンヌ・ド・ブルゴーニュは、フランス北東部の諸公ブルゴーニュ公爵家の公女。百年戦争後期に出現した、イングランド・フランス二重王国の摂政、ベッド・フォード公ジョン・オブランカスターの最初の妻となった。英語名は、アン・オブ・バーガンディ。ブルゴーニュ公ジャン一世とその妻で、バイエルン・シュトラウビンク公、エノハク、コラントハク、ゼーラントハク・アルブレヒト一世の娘である、マルグリットの間の、 第七子、六女として生まれた。姉に、フランス王大使、ルイ、リッシュモンハクアルティウールの妻マルグリット、兄に、ブルゴーニュ公フィリップ三世、妹に、ブルボン公シャルル一世の妻アニエスがいる。1423年6月に、トロアンにおいて、フランス北部を占領するイングランド王ヘンリー六世の、おじで摂政を務めるベッドフォード公と結婚した。この縁組は、 兄の善良公とイングランドとの同盟関係を強化するための政略結婚だった。アンヌはベッドフォード公の意向でフランスと和睦従っている兄をたびたび説得して思いとどまらせる役目を果たしていた。また、1430年にルーアンへ収容されたジャンヌ・ダルクに純血の検査を行い、彼女に手荒な真似をしないことを命じ。 1431年12月16日に夫が挙行したパリのオトルダム大聖堂のヘンリー6世のフランスを体冠式に夫と共に出席している。ベッドフォード校とアンヌは幸福な結婚生活を送ったものの、間に子供はできなかった。1432年、アンヌはペストにかかってパリのホテルドルレアンで死去し、同市内のセレスタン修道院に葬られた。 彼女の破壊師は、ギオーム・ブジュタンによって制作された。ベッドフォード公は、アンヌの死の翌1433年にジャケットドリュクサンブールを5歳に迎えたが、この再婚は、様々な政治的思惑から、アンヌの兄善領公の強い反対にあった。アンヌ存命時の1430年に善領公が、ベッドフォード公の10枚。 イザベルとポルテュガルと結婚した時から彼とベッドフォード公は疎遠になり始めたが、この事件以降両者の仲は悪くなり、1435年に全両公がシャルル7世の陣営に走る素地が作られていった。ありがとうございます。